よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。写真集はですね、2010年に先ほど申し上げたんですけども、2010年に結成された僕たちが、ずっと、志して目標にしてきた夢、それが名古屋ドームライブだったんですね。でその大きな夢のステージの、バックヤードだったりとか、リハーサル風景を、収めた内容になっています。で、ドームまでではなく、ドームが終わって次また僕たちがどういうところに進んでいくかっていうのを話させていただいているので、これまでのボーイズ&メンだったりとか、これからのボーイズ&メンっていうのも分かる内容になっているんじゃないかなと思います。やっぱりこれリハーサル中のメンバーの表情と本番中のメンバーの表情っていうのが全然違くて、やっぱりこう長年の夢だったからこそ、こう不安とか、成功するのかなみたいな、そういう気持ちもあったんですけど、本番立ってみて本当にたくさんの方が集まってくださいましたし、一つの夢をこう公言していたことが形にできた、証明できたっていう達成感も、ある表情をみんながしていたので、そのリハーサル中と本番中の表情の違いっていうのは、見どころの一つだと思いますね。僕たちもその今東京でのお仕事が非常に増えたんですけど、あくまでこう名古屋を背負って名古屋を PR していきたい、活動の上で名古屋を PR していきたいと思っているので、引き続きこの写真集もきっかけに名古屋を知ってもらえるチャンスかなとは思っていますね。知ってもらったら、これ違う、これ違う、これ持ったらダメやぞ、これ持ったらね、これだけは。ちょっと皆さん、これ載せたいときはモザイクかけてください、ここに。違う、これは名古屋も終わって来年アリーナツアーがあるので、それをまず大成功させたいというのと、あとはやっぱりこう紅白っていうのは、名古屋ドームと同じぐらいずっと結成当初から夢見ていたことで、僕たちボーイズ&メンはちょうど全員平成生まれなのかな、はい、そうですね。で、令和が新年の5月からスタートするということで、令和一発目の紅白に出場できたらいいなと思いますし、出た際にはやっぱり名古屋をまたそこでもこう背負って全国に発信していくということは絶対忘れずに、これからもやっていきたいなと思います。